さあこれより第2クォーターに入ります。攻守方向入れ替わりまして、今度はクラブベアーズ画面向かって右から左に攻める格好になります。クラブベアーズ相手陣11ヤードからサードダウン7。パス成功、タッチダウン。クォーターバック3番、ここは一気にエンドゾーンへのパスを投じました。これをワイドレシーバー82番見事にキャッチしまして、タッチダウン。クラブベアーズ6点獲得し逆転といたしました。そしてクラブベアーズ、ここは2ポイントコンバージョン、2点を狙いに行きます。トライ4ポイント、2ポイントコンバージョン。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスチームの反則です。パスインターフェア、ボールが前パスが浮いている間に相手選手に接触したという反則です。この反則は重大な反則として扱われます。今回の場合は残り距離ありませんので、残り距離の半分のバッタリとなりまして、トライ4ポイント、やり直しとなります。クラブウェアーズトライ4ポイント、やり直しという形になります。エンドゾーンまでの距離は残り1ヤード。2ポイント成功。クラブベアーズ2点追加となります。この結果クラブベアーズ8点、トライサーズ5点。2ポイントを決めたことによりクラブベアーズその差3点差という形になりました。この結果フィールドゴールでは同点で逆転はないという形になります。先ほどありました通りに、このわずか1点の差が最終的にその勝敗の優劣を決める場合がございます。この点踏まえながら得点経過をご注目ください。さあそして得点を挙げましたクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。ベアーズのキックオフキッカーを務めるのは21番のユキタ、近畿大学出身のカムバックプレイヤーです。トライサーズリターン入ります。リターナー22番、27番、タックル受けながら素晴らしい粘りでハーフウェイ付近まで戻しました。タフなリターン決めましたのはトライサーズ27番の佐川、手塚山大学出身のプレイヤーです。トライサーズ自陣44ヤードからファーストダウン10。クラブベアーズナイスディフェンス。ここでランプレーで突破を図りましたトライサーズ21番、しかしこれをクラブベアーズ53番、26番が猛追し約6ヤードのロストをしました。素晴らしい反応を見せたクラブベアーズの26番は真渡、大阪経済大学出身、53番は平瀬、大手門学院大学出身。トライサーズ自陣37ヤードからセカンドダウン16。ビッグゲーファースター。
ここでトライサーズランプレーを展開しました。キャリア29番ハンドオフを受け、中央をすり抜けるように突破し、そのまま左オープンを独走、一気に攻撃権更新といたしました。トライサーズファースター、これによりトライサーズ相手陣23ヤードに入りましてのファーストダウン10に入ります。タッチダー、ここをまずランプレーで攻めましたトライサーズ。キャリア21番一旦タックルされ倒されかけましたが、ここで大きく踏ん張り、そのまま左方向逆サイドへ展開、相手の逆をついてそのままエンドゾーンまで駆け抜けタッチダー。トライサーズ6点獲得、逆転としました。そしてトライ4ポイント、タチアの後のワンプレーです。キック成功、1点追加、トライサーズ12点、クラブベアーズ8点。トライサーズ再び逆転しましてリードを奪いました。先ほど見事なタッチダウンを挙げましたのはトライサーズ21番の木田、三田松雲館高校出身のプレーヤーです。失礼しました、三田松成高校出身のプレーヤーです。失礼いたしました。さあそしてトライサーズのキックオフで試合再開となります。さあベアーズリターンに入ります。しかしこれはトライサーズ陣カバーよくベアーズのリターンを20ヤード付近でとどめることに成功しました。この位置からクラブベアーズの攻撃と変わります。クラブベアーズ自陣19ヤードからファーストダウン10。さあ逆転されましたクラブベアーズ、ここでさらに再逆転となるでしょうか。さあまず中央のランプレーで突破を図りますが、これはトライサーズラインバッカー34番が見事に対応しまして、ノーゲイン、ゲインなしとしています。素晴らしい反応でタックルして止めましたのはトライサーズ34番イハシエイジ51歳のプレイヤーがここで X リーグで活躍しております。クラブベアーズ自陣19ヤードからセカンドダウン10。パス不成功、クォーターバック3番、ここでワイドレシーバー6番のパスでしたが、これはトライサーズのディフェンス陣守り厚く、パスを叩き押し落としてパス不成功としました。クラブベアーズ攻撃権1つ失いましてサードダウンに入ります。クラブベアーズ自陣19ヤードからサードダウン10。パス成功、
ファースター、クラブベアーズ三度パスプレーを展開。今度はワイドレシーバー82番がこれをキャッチしまして攻撃権行使になりました。クラブベアーズファースター、クラブベアーズ自陣31ヤードからファーストダウンテ、今度はランプレーで突破を図ります。しかしこれはトライスターズディフェンス集まりよくゲイン2ヤードでとどめました。クラブベアーズのキャリアは28番の西村でした。クラブベアーズ自陣34ヤードからセカンドダウン8。パス成功、ファースター、クォーターバック3番、今度はワイドレシーバー6番へのパス、これを6番見事にキャッチしまして攻撃権更新、ファースター。パスを取りましたのはワイドレシーバー6番の杉田、日本大学出身のルーキープレイヤーです。クラブベアーズ自陣43ヤードからファーストダウン10。パス成功、ファースター、今度はクォーターバック3番、ワイドレシーバー89番にパスを通しまして同じく攻撃権更新としました。クラブベアーズファースター、リズムよく攻撃が展開しています。パスを取りましたワイドレシーバー89番は佐藤、大阪体育大学出身のエイジ41、41歳のプレイヤーが活躍しました。クラブベアーズ相手陣入りまして相手陣46ヤードからファーストダウン10。さあ今度はクォーターバック自らボールを持ちました。ハンドオフオプションから右オープンを展開、タックル受けましたがしかし約3ヤードのゲインとしています。クォーターバック3番は吉田、甲南大学出身。クラブベアーズ相手陣43ヤードからセカンドダウン7。パス成功、さらに残ります。クラブベアーズファースター、吉田、今度はミドルゾーンワイドレシーバー6番のパスを通しまして攻撃権更新としました。クラブベアーズファースター、ターゲット6番は杉田、日本大学出身。ここでホイッスル、トライスターズここで前半2回目のタイムアウトを使いました。クラブベアーズがリズムよく攻撃を展開するこの状況を打開するべく、まず一旦ここでその間合いを取るためのタイムアウトを取りました。
さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。クラブベアーズ相手陣23ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレーをまず入れます。このランプレーにより約4ヤードのゲインを果たしています。キャリアは28番の西村でした。クラブベアーズ相手陣20ヤードからセカンドダウン6。さあここでインターセプト。ここでクォーターバック吉田ミドルゾーンへパスを投じようとしましたが、これをなんと鮮やかにも トライサーズ34番がインターセプト。トライサーズこのインターセプトにより攻撃権奪取です。ターンオーバーです。チーム代表を兼ねておりますトライサーズ34番の井橋、素晴らしいプレーを見せこの窮地を脱しました。ピノ様メッセージありがとうございます。ベアーズ非常にいい攻撃をリズムよく展開しております。しかしトライサーズ粘り強いディフェンスでこの攻撃に待ったをかけ、現在非常に膠着した素晴らしく面白い試合になっています。さあトライサーズの攻撃です。トライサーズ自陣18ヤードからファーストダウン10。さあクォーターバック66番、ここでオプションプレーを展開しようとしました。オプションはクォーターバックが持つか、あるいはランニングバックに投げ渡すかの選択プレーです。これはディフェンス陣がカバーしておりゲインはほとんどありませんでした。セカンドダウンに変わります。クォーターバック66番は先ほど背番号交代をしました浅野、大阪体育大学出身、エイジ46、46歳のプレイヤーがここで活躍しています。さあトライサーズセカンドダウン10。パス不成功。クォーターバック66番プレッシャーを感じてここはパスを投げ捨て一旦リスクを回避しました。攻撃権は一つ失いますが陣地は確保したままサードダウンに変わります。トライサーズ自陣18ヤードからサードダウン10。パス不成功。クォーターバック66番、ここはスクリーンパスを投じました。スクリーンパスはロングパスを投げると見せかけランニングバックにブロッカーをつけて走らせるためのスクリーン、特殊な前パスです。ターゲットは29番でしたがこれを29番キャッチできずパス不成功に終わりました。パス失敗によりフォースダウンと変わります。ライサーズフォースダウン10、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。しかしキックする距離によって陣地挽回を図れるプレーですが、ここでイエローフラグ、反則が発生しています。
オフェンス、トライスターズに交代違反の反則がありました。フィールドの中、12人いたようです。これによりまして5ヤード抜退となります。トライスターズフォースダウン15、ボールオン自陣13ヤード、パントフォーメーションを引きます。パンターは13番の中塚。さあベアーズリターンに入ります。しかしカバーが集まりよくハーフウェイ付近で外へ出ました。この位置での攻守交代となります。攻守変わりましてクラブベアーズの攻撃です。クラブベアーズ自陣49ヤードからファーストダウン10。まず中央へのランプレーで突破を図ります。キャリア45番、タックル受けながらセカンドへフォートで約4ヤードのゲイン。キャリア45番は川端、北大津高校出身。クラブベアーズ相手陣46ヤードからセカンドダウン6。パス成功。クォーターバック3番ワイドレシーバー6番にパスを通し約4ヤードのゲインとしています。しかし攻撃権更新には至っておりません。サードダウンに変わります。パス成功。ファースター。クォーターバック3番左スプリントアウトからワイドレシーバー89番にパスを通しまして攻撃権更新。ファースター。ここでクラブウェアーズ前半1回目のタイムアウトを取りました。時計止まりまして前半残り時間47秒となっています。先ほどのパスを取りましたのは89番の佐藤、大阪体育大学出身のプレイヤーでした。エイジ41、41歳のプレイヤーです。前半残り時間は47秒となっております。この時間内に双方とも得点を上げないとこの今のポジショニング、タイムアウトの状況はすべてリセットがかかります。現在攻めておりますクラブベアーズとしてはこの47秒で得点を上げたいところです。その差4点の状況を詰めるか、あるいは逆転になるかというこの47秒の攻防をご注目ください。さあ試合再開です。クラブベアーズ相手陣39ヤードからファーストダウン10。前半残り時間は47秒。パス成功。ファースター。クォーターバック3番ミドルゾーンへのパス、これをワイドレシーバー89番タックルを受けながらキャッチしまして攻撃権更新。ファースター。さあクラブベアーズ相手陣26ヤードからファーストダウン10。
パス不成功、失礼しました、判定を確認します。パス不成功です。パス不成功。ここで好調なパスプレーで一気にさらなる前進を図りましたが、これはトレッサーズ17番が見事にパスカットしまして、パス不成功。素晴らしい反応をしましたのは17番酒井、大手門学院大学出身のプレイヤーです。前半残り時間17秒、クラブベアーズ相手陣26ヤードからセカンドダウン10。パス不成功です。パス不成功。先ほどのプレー、非常に際どいプレーでしたが、パス不成功の判定となりました。パス不成功となりまして、ダウンはサードダウンに変わります。さあ前半残り時間10秒でクラブベアーズ相手陣26ヤードサードダウン10に入ります。インターセプト。ここで一気にディープゾーンへのパスを投じましたクォーターバック3番。しかしこれを取ったのはトライサーズ27番、インターセプトにより攻守交代という形になります。しかしここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、トライサーズ12点、クラブベアーズ8点、トライサーズ4点リードで後半戦に移ります。ハーフタイムは10分間、この10分間で両チームどのような形でこの前半の状況を打開する作戦を講じるでしょうか。ぜひその攻防にもご注目ください。